はい、はい、こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ今日は、はい、皆さんが、はいはい、今和心女3位で活動してるんですけど、その活動の中で、はい、生と命の命と生のお話を、はい、まあ、学校とかママサークルとか、はい、あとはなんかまあ誰かが主催してくれて、はい、いろんな各地に行ってお話をしてると思うんですけど、はい、まあ、言っちゃえば性教育の部分ですよね。はい、はい、で、まあ、お子さんたち向けにもあるし、うん、親向けにもあるし、うん、親子で受けるものもありますよね。はい、じゃあ今日はそれのことについてちょっと詳しくというか、なんか何で始めたのかとか、あ、はいはいはい、何を伝えたいのかとか、っていうのをお聞きできればなと思うんですけど、はい、なので、はい、始めたきっかけいつぐらいからやってるんですか？あ、私が、うん、まだ都内にいて、病院を辞めたぐらい、の若かりし頃、病院で勤めてるのを辞めたぐらいってこと？そうですそうです、うん、で、地域の助産院がやっぱ都内いっぱいあるんですね、うん、でその地域の助産院の先生たちのお手伝いを結構していて、うん、お産のオンコールって言って、オンコール、お産があったら、お産が始まったから来てって言われたら、呼ばれたら行くみたいな、っていうのを、はい、結構しばらくやってた時があって、はいはい、でその時にお手伝いしていた助産院の先生がちょうどお産があるから、うん、私頼まれてたこれいけないのよ代わりに行ってきてって言われたのが性教育の始まりなんですよ。へえ、うん、それ何、いきなり話してってこと？そうですそうです。あ、何回か手伝いに一緒に行ったんだけど、はいはい、だから話の内容とかも大体わかるし、はい、そのなんかストーリー性というか、なんか流れとかもわかるから、はいはい、うん、お産始まっちゃっていけないから、はい、でもこれもう今日だからみたいな感じで行ってきてって言われて、はいはい、行ったのが始まりです。はいはい、何年ぐらい前ですか？何年ぐらい前だろう。まだ子供もいなかったので、そうだな、何年？大体8とか28年前ぐらい。28歳の時。28歳の時ね。なるほどね。です。はい。はい。じゃあそれから。そこがきっかけで、じゃあ自分でもやるようになったんですか？そうです。やるようになったっていうか、もう先生が「上田さんいいよね、もう毎年で」みたいな、そこの幼稚園さんはそこでそうやってきてとか言われて、それで毎年そこに行かせていただくようになったのと、あとなんかやっぱお話ししていて、私自身が思っていたこととかもちょろっと話すできたんですね。そしたらそこで聞いたお母さんが、うちのそこは幼稚園だったんですけど、うちの小学校でもそういうのをやりたいって言ってくださって、で今度またそこからそのお母さんつながりの小学校さんとかに行かせてもらうようになったりとか、でもそっちはもうその先生のプログラムじゃなくて、私のプログラムで自分で、そうですそうです、やりたいなと思って。でやっていて、こういうのをやってるんだっていうふうに話をしたら、なんか私もなんかそういうのやりたいって手伝いたいって言ってくださった助産師のお友達がいて、で巨大な子宮の模型を一緒に作ったんですよ、手縫いで。へえ、そうなんだ。そう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 、肩起こしから始めて。はい。なるほど。はい。じゃあ最初は誰かに。その先生に任されてみたいな、はいはい、最初はどんなことを話してたんですか？あ、最初は本当にもうまるまる Q&A です。うん、ずっとほとんどこういう質問が多いですっていうのに答えしていくみたいな、でそこに書いてないこと以外で何かありますかみたいな感じで、なるほど、はい、そんな感じでから徐々に変わっていって。そうですそうです。なんかもともとやりたかったんですか、性教育とかは？もともと興味はあって、その私が助産師学校に行ってた時に、話を聞きになんかみんなが聞くっていう、はい、その地域の助産師学校に通ってる人みんなが聞くっていう、はい、受胎調節実地指導員っていう講座があるんです。そこはもういろんな学校さんがそこに一箇所に集められて、はい、先生の話を聞くっていうのがあるんですよ。はいはい、でそこに行ったらいつも私がこう見せてる絵本の山本直秀先生の、はいはい、の授業があって、でその山本先生が、お話ししてくださったのが老人の性の話だったんですよ。はい、で、あるおばあちゃんとおばあちゃんが亡くなる時にもう亡くなる間際ぐらいの時におじいちゃんが2人きりにしてくれって言って、でみんなね「おばあちゃん」みたいになってる時に2人きりにしてあげて、はい、そしたらおじいちゃんがおばあちゃんのお隣にね、布団のお隣にいて、キスをしたりハグをしたりとかして、でおばあちゃんはそのままそのなんかぬくもりを感じたまま亡くなったっていう方がいるんですって。でそれを聞いた時になんかこう普通老人の性っていうと「まだそんな性欲あんの?」みたいな、ちょっと汚らしいじゃないけどいやらしいみたいな風に思われがちなのが、すごいなんかすごい感動したんですよ。すごい亡くなる瞬間までその旦那さんに愛されて、なんだ大切にされた私っていう感じで亡くなるのって素敵じゃないみたいな授業だったんですよ。それを聞いた時に、あ、そっかそういう性もあるんだって。で、あ、そう私たちが受けた性教育って、なんだろうこう隠さなきゃいけないものとか、なるべくなんだろう全部を喋らないみたいなところがあったのに、あ、そういうのを知らないで性を営んでいくってすごいもったいないなと思ったんですよ。でそれをいつかできるようになりたいなと思って、本当独学でいろんな本を集めて、あんな量ですよ今あんな量になっていて、で、それでお話も来てたので、インプットしたやつをアウトプットして、で自分なりに組み立ててって今に至るというか。なるほど。はい、じゃあ最初のきっかけはそのなんちゃら会に行っておじいちゃんとおばあちゃんのやつを、そのなんだ老人になっても、その性っていうものとかを大事にしていく、なんだろうな、綺麗じゃないけど、そういう性を大事にしたいっていうのをみんなに伝えたくて始めた感じですか？そうです。だから性はいやらしいものじゃなくて、大事にするものとか、なんかこう愛を伝え合うものみたいな表現でこうなんだろうな、広まってほしいなっていう思いに変わったんですよね。じゃあそれを伝えたくて、なんかそういうなんだろういろんな情報を集めて自分なりにアレンジしてやってるんですね。そうですそうです。なんか今お話がやってるじゃないですか。はいはい。そのいろんな学校に呼ばれてとか、なんか今そのお話し会をしてて、なんかどういうことを、どういう構成で伝えていこうかなっていうか、自分の伝えないことをどうやって伝えていこうかなみたいな感じで組み立ててるんですか？組み立てるのはお話し会の内容、その時の私の旬です。旬私の中で例えば、パートナーシップが旬だったら、パートナーシップを築くために必要なことみたいなのを、子供にも大人にもその内容を組み込んで話したりとか、あとはこう死生観というか、亡くなる自分が死ぬ時にどう生きたかみたいなのが旬だったら、そういうのが多めに入っているやつとか、あとはその自分を大事にしようっていうのが今私の旬なんですね。自分の気持ちとかを相手に素直に伝えるっていうのが私の今の旬で、それが今は盛り込まれていて、でそれを話すみたいな、私の旬を話してます変わるんですね。変わります毎回多分同じこと喋ってないですなるほどね。その旬ってなんかどれくらいのスパンで変わるどれくらいで変わってんだろう。でも毎回違います。毎回っていうのはそのお話し会ごとに、毎お話し会ずつ違います、はい、だから、1年前に同じとこに行った時に喋ったことと、うん、まあ3分の2ぐらい同じことを喋るかもしれないけど、3分の1は全然違うこと喋ってたりとかもします。なるほど。じゃあその時に、はい、みやちゃんが大事にしてることなんですね。はい、主観なんですね。主観です。もう完全に私の主観です。でもなんか、はい、それを大事にしている私が幸せを感じているから、はいいいかなと思って、大事だなとか。でもなんだ、その話す中でこれは絶対伝えるみたいなあるんですよね。はいはい。それはどんなこと伝えてるんですか？まあもういつ死んでも後悔しない毎日を送る。そこなんですね。そうです。これはもう子供たちにも話す時もそうですし、大人の人に話す時も全部入っているし、なんかそのなんだろう、本当にいつ死ぬってわからないじゃないですか。でなんだろうな、今までそういえば私ってなった時にこう死ぬ瞬間にね、こう走馬灯のようにわーって流れてくるっていう時に、あ、私これもしたかったな、あれもしたかったなってなる人生よりも、あれもできたこれもできたって言って。じゃあ次これみたいな感じで、なんか未来に向けて次のなんだろう、また生に向かっていきたいなっていうのをすごい感じたんですよ。それはね、やっぱり人の死をずっと見てきたのもあると思います。まあその助産、病院で働いてる人か、そうそうそう、助産師で生まれてくる場面だけじゃなくて、こう人が亡くなっていくっていう場面を見て、でそれがやっぱり自分の中に、あ、人の死って生き方がそこに出てくるなっていうのがあるので。なるほど。なんかその、死ぬ時に後悔しないで死ねるようにするって、めっちゃ大事だと思うんだけど、なんかさ、命の部分ではそうだと思うんだけど、なんかそこと、性教育の部分ってなんかリンクするの難しいというか、リンクスどうやってさせてるのかなっていうか。どうやってリンクしてんだろうなんかでもね、例えばさ、まあでもなんか生と死ってなんかなんだろう相反するものじゃん。そうですね、はいはい。だその生まれた時を大事にするから、その死も大事になるし、っていう感じで伝えてるの。どうやって伝えてるかな。なんか例えば、あ、最初にあなたの寿命が今終わりましたみたいな、言うじゃないですか。はい、でずっとそしたらこういう神様が来て、あなたは幸せでしたかとか、あなたはなんだっけこの間なんだっけな、なんか違う言葉にしたんだよな。なんかまあ、でもその幸せに生きたかとか、そういうのって死ぬ瞬間に感じることじゃないですか。でその幸せに生きたかっていうところに、自分たちってやっぱ三大欲求って食欲と性欲ととかあるじゃない、その中にやっぱり性が入ってるってことは、性もなんか幸せに営めたかっていうのも入ってるかなと思っていて、っていう風になんかつなげている気がする。自分がしたくない性はしないで、自分が幸せと思うような性を営むっていうような選択がちゃんと自分でできるかできないかっていうと大きいと思うので、やっぱり毎日後悔しないように、その性の瞬間に、例えば相手が嫌だなと思ったら「ごめんなさい」ってちゃんと断るとか。今日は頑張りたいっていう思ったら頑張るとかね、次の日生きてるか分かんないじゃんみたいな。なるほどね。っていうふうにつなげてる気がします。なるほど。はい。じゃあその性も幸せにできるために、ちゃんとした知識じゃないけど、そうです。それを身につけて、まあ幸せにというか。そうです。性って、まあ、性行為とかって自分だけじゃできないじゃないですか。なんかそこの部分の大切さとかを伝えるのも大事なのかなって思うし、なんかそこって難しいところなのかなと思うんだけど、学校ではね、うん、なんかそれどういうふうに伝えてるの？小学校とかでは、もう単純に自分の身は自分で守りましょうっていう話をしてます。ああね。うん。自分がね嫌だとか危険を感じたら、はい、大きい声出して逃げるとか、はい、そこから始まってると思うので、それは大きくなってからもね、レイプとかされるその直前にそれができなかったらやっぱりダメだから、もう基本はそこで、あとはまあプライベートゾーンは自分だけの場所で、で相手のね、相手だけの場所だから触るときは触りますねみたいな、ね、許可を得てから触って嫌だって言われたらもうやらないよっていうような基本的なことですよね。それができない大人がね、電車とかで痴漢しちゃうんだよみたいな話をすると「うえー」とか言って「小学生キモー」とか言って「いや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 」みたいな感じになるけど、だから自分の身は自分で守ることと、基本的なその人のプライベートな部分がある、大事にしなきゃいけない部分があるんだよっていう、その部分がここだよっていう話はしてます。でそれが分かって断ってもいいんだっていうのがまずインプットされるじゃない、で断り方とかもインプットされるし、自分のことも大事にしようと思うから、やっぱり自分の体大事にしようとつながるので、そしたらね、そのやたらめたら誰でもっていうふうにはならないかなって。どこまで伝わるかはその子次第ですけど。なるほどね、なるほど。じゃあもう基本的なところからですね。そうです。ノーとちゃんと言えるとか。そうです。なるほどね。はい。うん。じゃあなんだろうな。まあそれを伝えていきたいっていうふうにあると思うんですけど、なんかお話、俺も一緒に行ったりとかしてる時とかに、なんかその性教育、一般的な性教育ってあんま学校でされないじゃん。されない。で。もうなんか AV を教科書にしてみたいな話もあるじゃないですか。はい、なんかそこのねじ曲がった性って、なんか一番のねじ曲がってるなっていう部分ってどこなの？ねじ曲がってるなっていう部分？ここは直さなきゃいけないみたいな、その性に対するなんだろうか、概念みたいな。はいはいはい。性ってその洗脳じゃないけど。そうねそうね、まず女性を軽蔑するような表現はねじ曲がっていると思われます。はいはい。例えばなんかなんだろう、みんな女性はなんかいじめられるのが好きみたいな表現とか、あとはなんかねピストン運動してれば気持ちいいんだろうとか、そんなことないみたいな、そういう部分とかはちょっと。どうにかしてほしいですよね。なんかそれはもうずっと昔からのね、いつもお話ししてますけど、まあ、洗脳されている私たちのずっと歴史的なものもあるので、すぐにはこうひっくり返るのは難しいかなと思うんですけど、でもそこはやっぱり全然誤解というか、あみたいな怒るよみたいな、そんな感じのとこなので、確かにでもそういうのが好きっていう性癖がある人もいますけど、それはそれで楽しんでみたいな、そうじゃない人を巻き込まないでほしいなっていう。じゃあ女性を下に見るじゃないけど、なんか男性がなんか気持ちよくなればいいみたいな。だけ気持ちよくなればいいみたいなのは変えていきたいみたいなところですかね。だって本来女性からしかエネルギーもらえないからね。みたいですね。そうなんです。それがね欲しいがために人数いっぱいいてもねっていう、そういうことじゃないでしょっていう。昔の王様とかはそうしてましたけど、今はそうはねいかないので、特に日本は。ね、一夫一妻だから。っていう。はい。なるほど。はい。じゃあなんか命のお話、今やってるお話会、なんかどんな人に聞いてほしいですか？どんな人にはもうなんかあらゆる世代にです。どんな人にがないですね。ああ、全員に。全員です。そのまず自分たちが受けた性教育がなんだろう、あまりよろしいとは言えない、質のちょっと悪いと言ったら語弊があるかもしれないけど、もっと質のいい性教育を受ける機会が多分ないまま来てる大人が多いので、まずは大人が聞いてほしいっていうのもありますけど、でもやっぱ子ども自身も自分でやっぱりもう身も守らないとどんどん搾取されてしまうね世の中になっているので、全部のところに聞いてほしいですけど、まずは大人が、意識改革をしていく必要があるとは思います。そうですね。はい。そうですね。まあ子供だけ変わってもね、大人に封じ込められたら意味ないですからね。そうですね。どこもね、スポーツ界も一緒ですね。はい。じゃあなんかまあこれからも多分ね、続けていくと思うんですけど、なんか伝えていく上で、まあさっきの話の中でも出てたかもしれないけど、一番大切にしてること、一番大切にしていきたいことって何ですか？一番大切にしていくのは本当なんかね、自分を大事にしてほしいなっていうところに行き着いてます。結局。そのなんだろうな、自分の気持ちとかね。自分の体もそうだけど、自分の体と自分の気持ちとか、そういうのを大事にしていくっていうのがまず大前提で、我慢するとか、なんかその犠牲とかはなんだろう、こう家族のためにとか子供のためにとか、そういうのは絶対やめてほしいっていうのをまず伝えたいというかね、大人の人たちには伝えたいなっていうのもあったり、あと子供たちにもやっぱり自分を大事にするって、自分で責任持って自分の体と心を大事にしていくんだよって、っていうふうになんか伝えていきたいなって旬だからかな、思ってます。はいはい。そうだね。自分のことを大事にできないと、相手のことも大事にできないですかね。そうですね。大事にされた感とかがやっぱり乏しいと。同じことをやっぱりお友達とかにやったり言ったりとかしちゃうんだなっていうのはすごく感じるので、でもほら、まあ、子供だからしょうがないっていうのもあるかもしれないけど、ある程度5年生とか6年生になったら自分で自分のことを大事にするっていう、こうなんだろう、具体的な案を少しは持っててほしいなっていうのがある。なんかね、幼稚園生とかはさすがにちょっと難しいかもしれないんですけど。やっぱり自分で自分を大事にするのはこういうのがあるなとか、例えば この公園に行ったら自分はすごい気持ちがいいとか、このおやつが好きとかそういうのをなんかいくつか持ってて、自分の気持ちがシュンってなった時はそこに行くとか、そういうなんだろうことが自分で選択できる、ようになってほしいなっていう。なんかそこから始まる気がします。全て。じゃあそれを伝えていきたいという。そうです。自分を大事にしてほしいです。はい。私も練習中です。はい。はい。だそうです。はい。じゃあそんな感じで。そんな感じです。あとなんか言いたいことありますか？言いたいことですか？言いたいことですか？伝えたいこととかあります？あ、動画が販売中です。宣伝会。なのでね、大人バージョンは動画で販売しているので、ここからライフ広場のね、オンラインのショップで見つけてもらってご購入いただければなと思います。概要欄に貼ってあるので、ですね。はい。そこから飛んでいただければと思います。はい。はい。じゃあそんな感じで。そんな感じです。あとは本当にコロナ禍でも呼んでいただければどこにでも行きますし、あとなんか本当頑張って無理呼んでくださるなんだろう、先生とかお母さんとか本当すごい嬉しいです。何人から行けるんですか？何人？はいはいはい。3組、宇都宮市内は3組で行きます。はい。じゃあ親子3組からどこでも行けるそうです。宇都宮市内は、宇都宮市街は交通費と、プラスそうだな、でもそうねあんまり考えてなかったな今年は。でもいつもは5人以上で交通費5組じゃなくて、5組以上ね。はいはい。県外も5組以上で集めていただければどこでも飛んでいくそうなので、運転好きです。はい。ご希望の方、命の話聞いてみたいという方はお問い合わせいただければ、どこでも飛んでくそうなので、どんなお話してるのかなっていうのは、この広場の YouTube チャンネルの中に中学生向けなんですけどお話ししてる動画があるので、そちらもチェックしてみて、こんなお話してるんだっていうので、じゃあ自分の周りの人にも聞いてもらいたいなみたいなのがあれば聞いて、ぜひ読んでいただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ご連絡待ってます。